はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、皆さんはハイランダーという言葉聞いたことございますでしょうか。これハイランダーってカードゲーム用語なのかな。これどういう意味かっていうと、同じカードをデッキの中に複数積んではならないっていう、構築上の縛り、これを、ハイランダーという言い方しまして、要はね、全部ピン刺ししてデッキを組んでくださいっていう、そういうルールなんですよ。で、先日ですね、私生放送で、マサデルハイランダー大会という、大会をやったんですが、めちゃめちゃ楽しかったんですよね。ちなみにこれデュエルリンクスではね、公式がレギュレーション戦として実装もしているほど、結構有名な遊び方でございまして、これめっちゃ楽しいんですよ。ぜひね、公式さんもマスターデュエルやっていただきたいと思うんですけども、これね、私ね、最強デッキを組んできました。正直ね、ルーム戦でしかないんで、ハイランダー大会なんて。なんで、ルーム戦でやってたんですけども、ルーム戦勝率 100% です。めちゃめちゃ強い。ハイランダー。もうハイランダーレギュレーション来たら多分、これ組んどいたら最強っていうね、デッキをね、作ってきました。一応ね、ルール上、ハリアドンとかいうギミックをちょっと禁止にしてたっていうのがあって、このデッキになってるんですけども、正直多分ね、ハイランダーギミック、でもアルロドンとか VFD とかは禁止にした方が基本的にいいと思う。自分のちなみに開く大会では禁止にしていた。でね、今回は、怪獣かぐやっていうデッキあるじゃないですか。怪獣モンスターを めっちゃ入れて、で、かぐやでなんかバウンスしたりとか、しながら戦っていくっていう高校用デッキ、あれのハイランダー版みたいな、ハイランダー怪獣かぐや、グッドスタッフビートみたいなデッキですね。戦い方はね、臨機応変にやっていくんだけど、特殊ができるレベル8モンスターとか、特殊ができるレベル7モンスターとか、なんか強そうな、ここから出して強そうなモンスターをめっちゃ入れていて、で、怪獣で相手のモンスターを背負って、で、この辺のなんか でけえモンスターを出して、チューナーとかと一緒にシンクロしたり、高校で、破壊できるようなモンスターを使って破壊していったりして、戦っていくっていうデッキですね。説明してるより多分対戦見ていただいた方がわかりやすいと思うので、ぜひね、見ていただきましょう、対戦を。これね、このね、大会ね、多分ね、神大会だと思う。デュエル、スタンバイ。ハイランダーってどうしてこんなに楽しいんだろうね。なんかわかんねえけど、なんかハイランダーデッキってなんか楽しくない？なんだろう、やっぱ自分の運命力を試せるからかな。青き上の剣士、何？ブルーアイズデッキか？それともエフェクトベーラーをタラタンに持ってくる用のカードか？なんだこれは。やべ、ブルーアイズだ。ハイランダーブルーアイズ。どんな動きをするのか全然わかんねえな。ワーボーはやばい。強くね？いや、強くないそれ。お前それハイランダーでやっていくじゃないだろ。ワンフォーワンでこれあれか、太鼓の白石持ってくるってか。おふざけんな、ロイヤル加工見せつけてきてんじゃねえぞてめえ。おかしいだろ。てめえなんか反応強えな。愚かな埋葬もしていくよ。なるほど。で、白き霊竜ね。なるほど。はいはいはい。でもあんま送って強いのね。あー、そういう感じですか。非常にまずいですね。非常にまずいですね、これは。精霊竜も飛んでくるし、ハリファイバーとかもいけるし、これ非常にまずいですよ。これ9からの1で、これバロネスもいきますね、なんならね。危なかったですね、これ。一応ですね、VFD とか、対話表現のカード、バネティースペースとか、あの辺は一応ハイランダーとはいえ禁止にしてるんですけども。さあ、ハリファイバーの効果を発動していく。で、これ、精霊竜になるパターンか。おい、強えな、お前。エンドフェーズ。精霊竜にはならねえ。で、大化の白石の効果。で、ブルーアイズ、ホワイトドラゴン系モンスター出してくれる。ディープオブブルーアイズ。サーチするカードがないだと。貴様ってことは握っているな。カオスフォームと。それ、カオスフォームとそれ、あれなんじゃないの？カオスマックスじゃないの、それ。だとしたら、その反動。いや、絶対そうだろ。これは超烈だけ打つか。超烈打って、ここは一旦ジェットシンクロ持ってきて、でですね、一回、ハリファイバーにどいてもらうか。ちょっとハリどっか行ってもらおう。君さ、一番フリーチェーンでやばいから、出してあげて、で、ガメちゃん出して、はい。はい。でですね、ジェットシンクロン召喚して、はい。で、一体でリンク召喚していく感じでいいかな。
あーハリファイバーいけんのか。あーこれアクセスもいけますね。これアクセスいきますか。ハイランダー界最強の方法、チューナーとチューナー以外を並べるとアクセスがいけるっていうまあ墓地に魔法カードがあればっていう条件付きですけど、でハリファイバーの効果を発動。ハリファイバーの効果によってデッキからレベルが3以下のチューナーモンスター1体を特殊召喚することができる。これによってエフェクトベーラーを特殊召喚していく。そして魔法使い族モンスター含むモンスター2体以上でリンク召喚を行う。神聖魔皇后セレーネ。そしてセレーネがリンク召喚に成功した場合、お互いのフィールド墓地に存在するマジックカードの数までこのカードにカウンターを置くことができる。魔法カードをたくさん使ってくれてありがとうよ。そして神聖魔皇后セレーネの効果発動。セレーネの効果によって墓地に存在する魔法使い族モンスター1体を特殊召喚することができるぜ。さあこれによってフルルドリス落ちてたんだ、まんま関係ねえな。フルルドリスを特殊召喚していく。そしてセレーネとフルルドリスでリンク召喚。召喚条件は効果モンスター2体以上、スキル発動、ストームアクセス、現れよアクセスコールトーカー最強だ。さあアクセスコールトーカーの効果を発動。アクセスコールトーカーの効果により神聖魔皇后セレーネを対象にとって3000ポイントの打点をアップしていく。そしてアクセスコールトーカーの効果発動。アクセスコールトーカーの効果により墓地のリンクモンスターを除外し、相手のフィザのカードを1枚を破壊していく。さあ底面の白きレリを破壊する。まあ復活の復印はどっかで使わざるを得ないだろうな。なるほど。じゃあアークネメシスプロトス出すわ。俺はジェットシンクロンとフルードリスとガメちゃんを墓地から除外して、さあ特殊召喚アークネメシスプロトス残念だったな。光属性を宣言したらどうなるか分かるか。お前のフィードのモンスター全部光属性だなそしてお前は次のターン光属性モンスターを特殊召喚することはできないブルーアイズモンスターは光属性だったな。これでお前世界が終わるんじゃねえか。次のターン光属性は出せねえぞ。バトルフェイズだ、いけアークネメシスプロトス君。アークネメシスプロトス君はちなみに効果では破壊されねえとかいう最強の効果を持っているぜ。気をつけるんだな。さあお前のターンだハイランダーでアークネメシスプロトスめっちゃ出しやすいですからね。結構モンスター属性違うことが多いので。サンダーボルト貴様長くやるな。たらアークネメシスプロトスは破壊されない効果ではな。さあ光属性モンスターを特殊召喚できないてめえに何ができるカイバー。ああどうした、もう値を上げんのかカイバー。オランダどうした。おっと対価を白石で回収するってか。いいだろう、出せるもんなら出してみやがれお前のエースモンスターブルーアイズなんだろ、出せるもんなら出せよ。おどうしたお前、ビビってんのかおい。ピッチャービビってるぞ、おピッチャービビってる。オルタンドロー。ああ怪獣も来たか。さっきジェットシンクロ除外しまったからな、だからぶん殴ってる橋かも。いけフェアリーテイルカビア、バトルフェイズだ。てめえのセットモンスター攻撃。ああなるほど、はいはい、融合順位生物ね。残念だったね、アークネメシスプロートス君ぶつ立ってるこの敵めちゃめちゃ強いわ。ハイランダー調整ルーム史上最強のデッキができてしまったと言っていいね。ああ七星の開門いいだろう。開門の効果で、デッキから何らかのカードを手札に加えていく、ハモン、ラビエル、ウリアの名前が記されている、モンスターか、またはハモン、ラビエル、ウリアのとるか。あ、オッケーだろ。あ、でもハンド的には結構強いですね。姿勢の開門からハイランダーで入るということは、割と、これ何出てくるんだろう、これ。ラビエルかウリアか出てくるのかな、わかんないですけど、なんか出てきそうですね。で、将来神の効果で、召喚神ね、オッケー。エンドフェイズ。なるほど。なんだあいつ俺の増殖する字をケアしたのかわかんねえけど。サンダーバード、なるほどね。まずは一旦テラフォーミングの効果を発動していこう。テラフォーミングの効果を発動し、共闘ウォーターフロントを手札に加えさせてもらうぜ。
この最強のフィールド魔法の効果をてめえは今からまざまざと見せつけられることになるであろう。そして共闘ウォーターフロントを発動。共闘ウォーターフロントを発動した後に調律を発動。調律の効果によって手札に加えるのはもちろんジェットシンクロン。そしてカードが墓地を送られるたびに共闘ウォーターフロントにカウンターが乗っていくぜ。まずはここから引くか。未回帰のサンダーバードの効果発動。あ、ジェットシンクロン、まあまあまあいい、オッケーオッケー、ジェットシンクロンはいい。そしてサンダーバードを特殊召喚。まあ止まったけど、まあ、あんまり今ここシンクロ召喚してもあんま意味ないんだよな。あんまり意味ないので、一回バトルフェーズ入ってそのまんまぶん殴ればいいか。まあゆっくり行こうじゃないか。ゆっくりゆっくり対戦しようじゃないか。これはまあどっちにしても、どっちでも同じじゃない、こっちでいいか。まあ失楽園サーチくらい許してやるよ。まあ今日はこんぐらいにしといてやるか。今日はこんぐらいにしといてやろう。さあお前のターンだ。さあどっからでもかかってきやがれ。あ、何金貨病、やべえ、めちゃめちゃ強そうな動きしてる、まあ、とりあえず増殖する G は、さ増殖する G の効果によって特殊召喚に成功するためにカードをドローするとかいう最強効果。さあどうする、止まるか。止まるとてめえのライフはまた削られるぜ。アストラルクリボー、なるほど。なるほど、これあれか、レベル1ビートみたいな感じか。あ、なるほど、謎のモンスターを見せつけてカードを1枚ドローしていくと。はい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 。で2体で、アベルツデビル、誰やお前、マジでお前誰やねんお前。お前誰やお前、めちゃめちゃドローさせてくれるけどお前誰やねんっていう感じだな。うんと今なんかあんま特に何もしねえな。なるほどな、今あんま何もしねえ。なんか謎のモンスターが飛んできた。これ自殺デッキ、え、スカルデッド、はあ、ごめんね。ごめんなさいね、ごめんなさいね。ごめんなさいね、うるせえな、反省してます。さあスカルレットの効果っていうだからモンスターを特殊召喚できる。もう大丈夫か、大丈夫か、その特殊召喚しておい。ああ、ああ、世界終わったんじゃねえかこれ。ポップイヤー飛行隊の効果発動。ポップイヤー飛行隊の効果によってサンダーバードとポップイヤー飛行隊で新規の召喚を行う。あらあらら、レベル中ウルールトッパレス。さあどうする、デビルドラゴンの効果で何らかのモンスターを創生することができるってか。おっと、あ、失楽園ね、失楽園サーチは別にいいよ、失楽園サーチはもうどうでもいいわ。あ、ご自由にどうぞ。はい、もうそれもご自由にどうぞ、もうあの自由に動いていいよ。七星の開門効果、あー、帽子から補正、はいはい、あー全然無理だね。じゃあフールドバルネスの効果発動。フールドバルネスの効果によって相手のカードの発動を無効にして破壊する。はい止まった。カード全部強いですからね、あの俺デッキの中に弱いカード入ってないんで、引いたら全部強いカードしか入れてないんで、はい、当たり前です、こうなるのは。で、バロネス効果使って、ボッチのサンダーバードを特殊召喚していくという効果。はい。で、まずは、共闘ウォーターフロントの効果。共闘ウォーターフロントの効果によって怪獣モンスターを持ってくることができる。まあ、ラディアンですかね。で、やること多すぎ問題発生してるんだけど、どうしようかな。一旦これリリースしてこれあげるわ。はい。嬉しいかな。そして、ジェットシンクロンの効果と、ジェットシンクロンの効果でカードを1枚墓地に送ってこのモンスターを特殊召喚していく。そして1体のモンスターでリンク召喚。はい。でサクリファイスアニマボーンって出して、おい。はい、後で返してもらうよ。で、サンダーザキングもポン出しして、
で、サクリファイスアニマで君のモンスターいただいて、はい、ちょっと返してもらえる？はい、ありがとう。はい、自作自演返し。で、からの、ゾンビキャリア召喚。で、レベル8のモンスターにレベル2のゾンビキャリアをチューニングしていく。残念。リターンオブバロです。ただいまーつって。で、ただいまーつって。で、ハーブの反射ボケて、相手のカードを吹っ飛ばし。そして、バロネスの効果で相手を吹っ飛ばし。バカ強え、マジで。やべえことしてる。犯罪行為と言っていい、これは。これだね、ギリギリ法に触れてるね。先行やることね、つってんだよ、この時。たくよ。こんなの大変なんじゃねえか。先行やることマジないんですよね、このデッキ。マジで先行やることないんで。まあ一応ね、あのポップや飛行隊とか来てればね、バロネスとか一応出せるんですけど。まあ死なないと思いますよ。そんな簡単に入らんだ。ワンキル取れませんから。愚かな埋葬？ああ、なかなかパワーカードを引いてるじゃないか。いいぞ。ああ。なんだこれは。フォトンカイザー。誰やねん。アクセルライト。はあ。あ、これなんだっけ、なんか、あー、ギャラクシー出してくるやつ。はい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 。ギャラクシーハイランダーですかね。ギャラクシーウィザーの効果、特定のカードを1枚デッキから書いていく。ギャラクシートランサー。あ、なるほど。ギャラクシートランサー、なるほど。で、トランサー効果で、フォトンカイザーを蘇生して、アフターグローが出てくる感じですかね。なるほどですね。あー、これ、やばいですか。ああれあれあれちょっと待って。ちょっと待ってくださいね。これは打点がいくつですかこれは。でも今、ギャラクシーアイズ、フォトンドラゴンはそんなにいないですよ。え、ハイランダーはワンキルされないって聞いてましたけども聞いてましたけども、ちょっと聞いてる話と違うな。